松島局は、江戸時代中期の女性。江戸幕府十大将軍、徳川家春の乳母であり、大奥のお年寄り。本名は不詳。原文二年、九大将軍、徳川家茂の着難、家春の乳母として召し出され、江戸城西の丸御殿に入った。法歴十年に、家春が十大将軍に就任するのに伴って、本丸御殿に移り、将軍付きお年寄りとして、 大奥を取り仕切った。家春の将軍就任同年から明和九年まで、長らく筆頭をお年寄りの地位に君臨し、絶大な権力を振るっていたが、安永三年からは同じく将軍付きお年寄りであった高岳が筆頭となっており、松島局は忽然と表舞台から姿を消した。生没年、母妃なども明らかとなっていない。前将軍、家重のお継ぎとして仕えていた。 おちほの方を、老中、田沼沖継と共謀して、家春の側室に推薦したと言われている。その後、多くの女中であったお品の方を自分の養女にし、同様に側室に推薦したとされる。このお品は、家春の五代所、五十宮智子が京都から江戸へ下校する際に、随行した女中であり、松島局、田沼派の権力拡大を危惧した五代所月上老、お年寄り、 広橋がその意向をはばかり、あえてお品を松島局の養女としてから即室に差し出したという説もある。ありがとうございます。